こんばんは、三輪忍です。この動画は数分間謎解きミステリー、桐生康平の事件簿の回答編です。問題編をご覧になっていない方は、そちらを先にご覧ください。それでは回答編、始めさせていただきます。問題は、桐生が推理した、浅田の職業は何かでしたが、回答はバスガイドです。解説に行きましょう。職業はおそらくバスガイドではないですか？あなたは西側の窓を見て左と言った。ですが、あの窓はあなたから見て右側です。じゃあ、なぜ左と言ったのか。それは、あの窓は私から見て左側です。バスガイドも自分の右手を差し出し、左手をご覧くださいという職業ですよね。それに慣れてしまったため、自分の右側を見て左を言ってしまった。違いますか？さすが探偵さんですね。本格的な雰囲気が伝わってきます。ですが、申し訳ありません。私はよく右と左を間違えるんですよ。よく彼氏にも怒られます。職業はイラストレーターをやっています。あ、そうですか。私はきっと顔が真っ赤だっただろう。遠くでは優子くんが必死に笑いをこらえていた。さて、いかがだったでしょうか？この動画では皆さんからのご意見ご感想など募集しております。また、一緒に動画を盛り上げたいというクリエイターさんも募集中です。メールやツイッターなど概要欄に書いてありますので、そちらを参考にしてください。ここまで聞いてくださってありがとうございます。お相手は三輪忍でした。おやすみなさい。